ファイナルファンタジー7リベース。まあ、大体今行けるとこは見て回ったんかな。サイド自動ダメだって言われたんで、やはりメイン進めていく感じなんでしょうね。でもちょっと一個やってないクエストがガボン牧場にございますね。確か、ああ、そうなんかガボン牧場のさ、おじさんがずっとクエストマーク ついてて無視し続けてたから、ちょっとこのクエストやろうかなっつって。どうしたんだよおじさん。え、裸？え、赤座？赤座の親戚？鬼滅の刃上弦の3赤座の親戚の人？見ない顔だな。明日へのカツラ。沼を越えてきたのか。お、牧場主。グリーン牧場のお世話になってなんとか。赤座のおじさん、うわ、赤座。グリーンのやつ。いや、完全に赤座の親戚じゃん。チョコボの沼渡りは危険だから、あの看板は外せと言ったのに。あ、結構でも真面目な性格なんだね、赤座のおじさん。牧場主のガボン。ガボンさん、はじめまして。最初に断っとくが、チョコボの貸し出しはしとらんよ。うわ、赤座のおじさん、めっちゃケチ。運送の仕事は神羅の規制が厳しくてね。あ、なんかすさんでんな。それでものらりくらりと営業してきたが、ついに荷車が壊れたんだ。あ、でしょぼくれてんの、赤座のおじさん。修理のための部品もなくて万事休す。俺もチョコボも心が折れちまう。おいおい、煉獄との勝負はまあついてないぞ。手伝いましょうか。優しいエアリス。いや、もういい。おい、赤座のおじさん。部品があれば治りますよね。それはまあ、でもこんな状態でな、報酬を出す余裕がないんだ。無報酬でやってやろう。その代わりチョコボ一匹汚せ。何度か話したが戻ってくるんだ。今さら野生には戻れないのさ。あー、そっかそっか、チョコボたちもちょっとかわいそうだね。こうなっては仕方がない。俺が責任持ってあいつらと一緒に朽ちていくよ。なんかそれもなんか切ねえな。責任じゃないと思います。うん、ね、お願い、チョコボと私に力貸して。エアリスにそんなこと言われたら引き受けちゃう。ごめん。ありがとう。そんなこと言われたら。話が進んでいるが。まあ、いい迷惑だな。修理用の部品の調達は大変だぞ。この辺りじゃ手に入らない。どこにあります？え、どこまで行けばいい？山の上の小屋に職人がいる。山の上の小屋？だが、小屋までは山登り用のチョコボが必要だ。もういっぱい乗り回してるわこっちとら。ベルってのがその辺にいるはずだが。もう乗り回してんのよ。そのチョコボならもういます。乗り回してんのよ。おお、めちゃめちゃ乗り回してるから。出発。え？え、どうせって。何どうせって。あ、出たり。ここ行けばいいの、山小屋へ。これですね、明日への活路。まあ本来ならば今の人割とね、このジュノエリアに着くと、このガボン牧場にすぐ着くんで、多分みんなこのおじさんに速攻話しかけるんでしょうね。で多分山チョコを手に入れるんでしょうけど、僕はもうこいつ無視して山チョコを見つけた上にもういろいろ探索しきってるんで、期待しないで待ってるよ。まあ、任しといてよ赤座のおじさん。よし、じゃあ行こうか。あー、ね、待って、ここだね。もうね、山チョコボと俺との間はもう、ね、通過だから。ごめんね、報酬もないのに。なあエアリス、弱々しく見せていたが、あの男は強いと思う。もしかして私騙された？うまく使われてる？かもしれない。でもチョコボのため頑張るぞ。ゴー。かわいいやつだな、エアリスは。かわいいやつだな。そっか、やっぱな、上弦の3のおじさんともなると賢く生きてくんだな。いいように使われてんのか。え、でどっち行けって。あ、こっちか、こっちか。オッケーオッケー、多分ここ登ってくる。いや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 、こっち登ってくんでしょきっと。おいしょおいしょ、行こうぜやるぜ。あ、え、あー、でマルカートさんたちがいっぱいいて、あれ、なんか俺間違ってる。あ、違う、こっちじゃねえ。こっちはうるせえな。あそこ普通に登ればいいんでしょ、まあ、多分一番。あ、これ多分まずここでしょ。まずここ登るよね。おい、山チョコボ
ステップ、強靭な足腰、硬い爪、山チョコボじゃねえとこんな崖は登れねえってわけよ。どんなに鍛錬を積んだソルジャーであってもこんなツルツルの壁は登れんだろ。山チョコボなら登れるってわけよ。ご存知？あ、ちょっと待って、え、なんか俺なんか登ってること違くね？あれ？え、ここ、え、間違ってる？え、こう行くのか、わかりにくいな。畜生、赤座の親戚の一目、わかりにくいところ指定しやがって。畜生、とりあえず行こうか。えいしょと。え、山小屋？え、なんか俺間違ってね？え、こう行く？え、俺なんか間違ってね？お、え、あれ？俺のイメージだとこっちの方なんですけど。合ってる？合ってるよね。あ、こっちだよね、きっとね。俺のイメージ通りならば、これをくぐっていくと山小屋があった。ブレディの山小屋。おお、初めて来る、ここ。いや、ちょ、あ、でも、山チョコボおるやん。ここにも。ブレディっていう、なんだ、さっきの赤座の親戚の人の友達がいるんだ。え、ドーマ？え、ドーマ？ドーマおるんじゃねえ、ここ。ドーマの親戚の人もおるんじゃねえ、これ。いた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 、のらりくらりだな。しょうもないおっさんばっかり出てくるんだけど、ここ。寝てんじゃねえ、すんげえ、環境で寝てるし。おい、ドーマのおじさん。なんだ。ガボンの荷車を直したいんだ。反応鈍。ああ、部品か。じゃあ明日か明後日に来てくれ。今は眠くて眠くて。おい、もう一生眠れない体にしてやろうか。叩き起こすか。魔法で叩き起こす。起きなさい。うえおいおい、エリス。本気か。勘弁してくれよ。おっかねえな。脅迫じゃん、完全に脅迫じゃん。俺を動かしたいならそのメモを見て全部集めてくるからな。うわ、お使いじゃん、お使いのやつじゃん。どうする？グータラブレディのメモやる、絶対。うわ、こういうところあるんよエアリス、こういうところあんのよ。おお、すごい、マップにいろいろ記されて。荷車職人ブレディの依頼品を集める。荷車職人ブレディから受け取ったメモにはジュノンエリアの地図が描かれています。地図に書き込まれた場所を探して強行ポンド嗅覚でアイテムを探す。ちょっとめんどいやつ。あ、そうですか、了解了解。メモ開いたりなんだりかんだり、ラジバンだり。あー、なるほど。でメモを開くとこうやって見れるのね。はぁ、うわ、地下、もっといけんじゃない。あ、ちょ、こっちだ。わかんだろ、クラウド。わかんだろ、クラウド。違う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 、こう、あ、ちょいちょい、ティーファーもわかんだろ、クラウド。あ、見えない。あ、ちょい、うわ、いやー、これぐらいが限界か。あ、見えない。え、ちょちょ、え、この顔も可愛い。探すか。あー、まあ、なんかこう電波塔的なものがあるんですよね。電波塔があって、あ、普通に、ここか。電波塔があって、ここだ。で、まずここだな。まずこれちょっと、ここに行って、いや絶対ここ。ほら。で、多分地図からするとこの辺じゃね？うん。もうこの辺なんて俺の庭みたいなもんよ。もう何回もクリアしてるから。おら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 。もうなんかもうなんかもう嗅ごうとしてるから。もう匂ってっから。チョコボにはわかるわけ。もう匂ってるってわかるわけ。あっち？え、どっち？ラジバンダリ？え、こっち？え、速攻じゃん。え、俺やばない？ここでしょ？はい。え、違うんかい？ここ？え、違うんかい？ここ？え、違うんかい？もう一回かぐってみる？もう一回。チョコボ？あ、そっちかい？そっちかい？こっちじゃん。
え、もう速攻1個目よ。はい、ジュノンのエリアなんてもう埋もれた材木。材木。速攻見つけてきたね。なんでもって2個目、あ、近いな。なんか小屋みたいなとこね。なんか小屋みたいなところ。なんかあったっけ、小屋みたいなところ。え？もうちょっとなんかまだこのなんか薄らでしてるところ、この辺になんかあんだな、きっと小屋みたいのか。多分な。行ってみよう。あ、この辺、あの辺だな。あんまりジュノンに近づかないようにしてたからさ、俺。これじゃない？敵マーク。ああ、いやいや、無視。多分この辺。漁師の物置場。メインストーリー進んじゃうな。メインは進めたくないよ。匂い嗅いでみる。どう？チョコボー。いや、なんもないか。もうちょっと奥か。なんか来すぎな気がするな。やっぱこの辺じゃないの？やっぱさっきの両親とこだよね、きっと。あ、この辺？なんか何かを嗅ぎつけました。何かを嗅ぎつけました。これ何？あっちらしいです。チョコボが何かを感じ取りました。どっちこっち、そっち、どっち、ラジバンダリ、こっち、もう一回。おお、よいしょ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 、オーケー、二個目。ジュノンエリアなんて俺の庭よ。埋もれた材木。なんか違うもんで行くない？なんか違う種類のものを手に入れたかったわ、どうせなら。どうせ手に入れるなら何か違うものを手に入れたかったわ。うん。一応ね、これの。ものも拾いつつで、2個目はなんか鉄塔の根元みたいな鉄塔の根元みたいな、鉄塔？あ？鉄塔？あったっけ？鉄塔みたいな、この辺だよな。でもな、行ってみようか。鉄塔の根元、あれか、これじゃね？違う？露骨にこれだよな。あれじゃね？ちょっとこのモンスターめんどくせえから、ちょっとモンスターをちょっと無視しながらね。これだよね。この根元じゃねっつって、これどこ出てくるんだ。あれ、じゃ。隠密行動。素材は逃さず、隠密行動。これだよね。完全に。どう、チョコボーに、ほら、チョコボにはわかん、あ、いきなりやんないって書いて。ほら、あっちでしょ、あっちだよね。そっか、あっちか。でもな、チョコボモンスターいるんだよな。やっつけてやるか。嗅ぎにくいよね。オッケー、やってやるよ。はい、ラピッチェン、エリスン、はい、一瞬強すだって、強くなりすぎたゆえに一瞬。匂い嗅ぎ、どうだチョコバ、にょにょにょ、どっち、あ、ここ、こんな根元、ここ、はい、なんもないけど、チョコバ、ここ、あら、ちょっと離れてみる？え、匂い嗅ぎ。あ、じゃ、そっちかい。そっちかいっつって。オッケー。なんだ？埋もれた材木。常に埋もれた材木。
ちょっとせっかくこの辺来たからさらっとちょっと見て回ってから、なんつったっけ、あのドーマの親戚の人なんつったっけ、フレディマーキュリーに行こうか。フレディじゃねえや、ブレディだったわ。ブレディマーキュリーだったわ。おいブレディ、持ってきたぞと。 Don't stop you now。 うん、ほんとしょうもねえやつだな。ああ部品について聞くとかもあるんだ。うん、メモを見て必要なもん集めてこいよ。しょうもな。ああでこれ所持数によっていろいろ違うんだ。で3つあると星3だから、1個とか2個とかの渡し方もあったんだね。しょうがねえ、渡してやる。おお大盛りか。うわ、俺はブレディで何の用だって。すげえ酒くそそうな親父。ここで何を。何って具体的には何も。ただ戦争のことを思うのさ。ここは戦争中防空壕として使われてた。なんか切ないこと言うなブレディ。市民も兵士も大勢が犠牲になった。なんか気使っちゃうよ、そういうこと言われたら。生き残った俺にできるのは静かに寄り添ってやることぐらいさ。って言いながらぐーたらしてるだけじゃねえかよ。戦争を言い訳にするな。ガボンについて。ガボンとはまあいわゆる戦友だ。戦争に一応参加してたのかな。あのおっさんも昔はチョコボ騎兵隊のエースだったんだ。そうなんだ、結構やっぱ二人で山の中を駆け回って何度も神羅に奇襲を仕掛けてな。赤座の親戚だけあんな。今思えば随分無茶をしたもんだ。そうなんだ。お互い十分すぎるほど戦った。これから静かに隠居生活でも送るつもりさ。まあ、ある意味戦争の傷ですね、心にあるのかもしれない。もうなんかどうでもよくなってしまったのかもしれないですね。燃え尽きてしまったのかもしれない。共和国と神羅の戦争だよ。恐ろしい戦争。あちこち壊れた建物が残ってた。見て回ったよジノン重要な。俺は共和国の兵士だった。なるほど、ジュノン共和国。最後の方はそりゃひどいもんだった。俺たちは無残に負けてこのざまさ。無残に負けてか。鬼滅寺、鬼滅寺出てきた。ここでお前らやっぱ鬼滅大好きじゃん。ああそういやそんな話だったな。いやいやいや、覚えてくれ てくれ。頼むぜ、欲しいんだよあいつを再起させてやりたいんだ。で再起した赤座のおじさんのこと見て、ドーマの親戚のおじさんもうまいことやれ。俺にしか作れねえ頑丈なやつだ。すごい、3つ好きに持ってけ。もっと作っておいてください。ガボンさんきっと来るから。うわぁ、いやですね、どうだか前向きだね。ま、気が向いたらな。用が済んだなら帰った帰った。ぐーたらサンダル履いたままベッドに。そうやってサンダルを履いたまま寝るからこうやって布団が汚くなんだよお前。関係ないからね。用が済んだら長いは無用、行き急げ和光堂よ。ああてな、いいおじさんなんだか悪いおじさんなんだか。なれとさて、まあ、今3つアイテムを入手したので、もしかすると手に入れたものが1つとか2つだと3つも手に入らないのかもしれないですね。もしかするとそれによってはこのクエストの報酬も変わってきたのかもしれない。よし、赤座のおじさんのとこ行こうか。間違った、ここじゃねえ。かっこつけたもいい、つかの間、こっちじゃねえっつって、こっち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 。ガボンの牧場、赤座のおじさん持ってきました。おじさんに話しかける前にとりあえず回収して、それからおじさん、赤座のおじさん、ブレディさんからいいものお届けです。いいもんだぜ。荷車ちゃんと直してチョコボ大切にする。こんな綺麗なお姉さんに言われちゃったらね、まあ、仕方ねえな。ああやるよ、やるしかねえよ。じゃあ今すぐ始めてくださいな。くださいなっつって。え、これなんかこのチョコボ牧場で買えるものがちょっとグレードアップしたりしない？ねえ、輸送業がさ、うまい感じだって。おお。できた。おお、ブレディのやつ、ずいぶん張り切ったな。申し分のない
立派な荷車だよ。奥のおじさん誰？ありがとうな。これでいつでも運送業に戻れるよ。ああ、やっぱり道具を手に入れるとやる気も出んだね。じゃあ帰る前に一つ質問。私たち来なかったらチョコボずっとあのままだった？怖いやつかもな。そっか。でも死んだカンパニー怖いから仕方ないよね。口出しされたら逆らえないし。優しすぎるだろ。これは違う。神羅にビビったりはしねえよ。お前ビビってんじゃん完全に。じゃあどうしてお仕事辞めたの？神羅にビビって仕事しないだけじゃん。これはあんた荷車が壊れちまって直すにも部品の調達が面倒だし。こいつもぐうたらだな理由が。要するに面倒だったんだ。ぐうたらじゃん完全に。面倒だった。わかった。俺が悪かった。全面的に悪かった。これからは仕事に精を出すよ。おい、それなりにディスカウントしてくれよ。してすぐに直せるようにするし、チョコボの世話もちゃんとする。おい、いいもん売ってくれよ。やってやったんだからな。聞いたよね。なチョコボ、かわいい。ではよろしく。姉ちゃんにはかなわねえな。おい、すげえ、めっちゃ出てた。クイーンバンクルだって。うわ、なんかまたちょっとなんか新しいの増えたんですけど。チョコボ運送によるファーストトラベル、グラスランドエリアとジュオンエリアがチョコボ運送の開通によりファストトラベルでつながりました。チョコボ運送によるファストトラベルはチョコボ牧場にいるスタッフの話し方で利用できます。え、今までグラスランドエリアに移動できなかったんだ。え、それ知らんかったわ。クイーンバンクルだってなんかすんごいもん手に入っちゃった。えい、クエスト明日への活路クリア。やっば、すんげえいいクエストだったじゃん。これ一番最初にやるべきだったじゃん。ガボンさんが仕事を再開したと聞いて飛んできました。ああ、知らんおじさん。遠方へお出かけでしたらぜひガボン牧場のチョコボ車をご利用ください。お前も仕事できると思ったら来たのね。そんなやつらばっかりじゃん。あ、これでグラスランドエリアと、ジノエリア、これが好きに行き来できるようになったんですね。まあ、今更グラスランドエリアに戻ることはあんまりないんですけど。はあ、なるほど。またのご利用。あー、でもここで買えるもんが増えたりはしないの。なんかむしろそっちを楽しみにしてたみたいなところあるんだけど。まあ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 、いっか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 。すげえいっぱい手に入ったし、うん。クイーンバンクルなる、なんかちょっとすごい良さそうなもん手に入ったんだけど。クイーンバンクル、あ、じゃ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 、これか。女王に使える騎士団が装備していた銀製の腕輪。あ、マテリア2個で、ただ、物理防具がめちゃくそに高いっていうやつか。合計は44ポイントね。物理と魔法。30、14。ああ、今ティファが装備しているエルファバンクルより強いんだ。ああ、でもこれエアリスに装備する？エアリスに装備するか。エアリスのね、エアリスのお手柄で手に入ったみたいなとこあるからさ。そうだね。じゃあエアリスに。じゃあクイーンバンクル装備しましょう。いいもん装備してくれ。お、であれだな、知らんうちに武器なんかレベルアップしてない？あ、違う、エアリスだけレベルアップしてんだ。今ウェポンレベルが4になりましたね。でウェポンレベルが4に上がったことによって基礎能力も上がってって感じか。あ、武器スキル、ウェポンスキルがいよいよ2個装備できるようになりましたよ皆さん。今まではこの、回復行動、回復力アップ 10% をつけてたんですけど、まあ、ここからこの4つあるうち、5つあるうちの、2つつけれるのか。うわ、なんかちょっといまいちだな。なんかちょっといまいちなんですけど、炎攻撃属性アップとかか、まあ、回復力アップと炎属性攻撃力アップ、ガードロップとは？ガードロップも大して変わんねえか。まあ、アスピル強化とマジカルサーバントの出現率時間アップってもいいかな。え、すげえ、風属性攻撃ラップが2個ある。もうジャコジャコ風属性で攻撃していくってことなのか。すごい。これマジカルサーバントとテンペストどっちいいかな。まあ、テンペスト強化にしとこうか。まあ、タイムレスロットの方がマテリアをもう1個装備できるから、タイムレスロットの方にしとこうかな。せっかく魔法攻撃力アップを持っているので、エアリスに炎の、
マテリアをつけないのはちょっともったいないから、炎、じゃこのバレットじゃねえや、レッド13で持ってる炎をじゃあエアリスにつけようかな。回復霊気風3属性持ったぐらいにして、うん、いいですね。で今ポイントが60ポイントあるので、あーでもどうしようかな、 ATB バーストは2個も持ってかなくてもいいかな、1個あれば十分か。どっちかというとこの MP セーブがもう1個欲しいけどね、1個しか手に入んねえっつうからさ。あーでも ATB バーストもう1個持ってくのもありか。クラウドティファあたりに持たしてバーストした時に一気に攻めるって結構でかいもんな。確かに確かにっつってもう一個買っとこうか。あー2個目、あー買っちゃった。じゃあティファに ATB バーストつけておきましょうか。うん、そう、敵の技ってどうやって覚えてる？俺なんか敵の技って全然なんかよく分かってないけど、敵の技ってどこで見るんですあ、エアロ回になってる。エアロ回になったらどれぐらいダメージ量増えるんだろうねこれね。あ、あったあったあった、プラズマ放電とソニックブラストか。あーあーっつってあんまり覚えないんだな。あーで、アイテムクラフト行こうか。で、なんだっけ、もう一個作れるやつがあった気がするな。なんだっけ、前あのこの金サンゴのアミュレットを作りましたけど、これをこれはね、金サンゴのアミュレット解にすることができると。金サンゴのアミュレットは1212だけど、金サンゴアミュレットは1414になって、さらになんとマテリアが4つ装備できるという、これはすごい。防御力低いけどね。 OK、 まあまあせっかくだから作れるものは作ろうということで、4下がんのか。4下がってマテリアをもう1個装備するという択もありっちゃあれだけど、いやでもちょっとなんぼなんでも弱すぎるよね。1414、きついきついきつい。セイラーガードのままでいこう。うん、つうわけで今できるとこはもう全部やったんでねっつって、うん、あとこっち側のねサイドジュノンエリアは今行けないので、この辺は回収できないから、まあ長々と長々とね、長々といろいろ寄り道しましたけれども、はい、長々と寄り道しましたけど、いよいよ次回、このそびえる要塞ということで、メインストーリー久しぶりに進めますかね。ジュノンエリアに来て多分ね、もうね、何時間だろうな、3時間から4時間ぐらいただただお散歩して自分の好きなように歩き回しましたけども、まあまあまあ面白いなっつって、いよいよこの要塞としてジュノン入っていき、もしかするとね、あのいけすかねえ若者たち、阪神ら組織になる若者たちともなんかちょっとありそうですね。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。次回はメイストーリー進めていきましょう。お相手は佐々木ひかるでございました。おいじゃあまたね、バイバイ。